あやめちゃん、お待たせ。ああ、いいよ。私もさっき来たとこ。駅のロータリー側で待ち合わせ。初めてだから、ちょっとだけ迷っちゃった。服とかもちょっと悩んじゃって。うん、似合ってる。え？はあ、着替えてくる。ああ、なんでなんで。だって、あやめちゃんが選んでくれたやつじゃないし。自分で選んだんでしょ？いいじゃん。あやめちゃんが気を使ってくれてるだけかもしれないし。もう、そんなことないって。私はその服、ひなに似合ってると思うし、可愛いって思う。それだけじゃ、ダメ？うん、嬉しい。よかった。ほらほら、私の方はどうよ。決まってる？せっかくのデートだし、気合い入れてみたつもりなんだけど。服も髪も似合ってるし、いいんじゃないかな。ほんと？もっとこうした方がいいとか、ない？え？そのままで可愛いと思うけど。もっと言って。え？ひなから可愛いって言ってくれたことあんまりないからさ。だけど私そういうセンスないし。私はひなにどう思ってもらえるかが知りたいの。あやめちゃんすっごく可愛い。今日一嬉しいかも。あ、いやいや、まだまだこれから。行こっか。そうだね。で、つないでいい？うん。見て見て、このリップクリーム。面白いよ。なんで2本？なんか一個ずつ別の味がついててね、唇に塗ってキスしたら違う味になるんだって。え？それ使うの？いいじゃん、そのうち試してみようよ。そうだね。あとほら、これも見て。あ、その刺繍。いいでしょう。今ひながしてるのとお揃いっぽくない？うん、あやめちゃん似合う。そっかな。よし、買ってくる。ひなはここのお店もういい？うん、平気。この後はどっか行きたいとこある？あやめちゃんと一緒ならどこでもいいよ。へえ、微妙に困るな。そっか、でもいいや。うん？あやめちゃんの困った顔もっと見てみたいし。いや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 。冗談。もう、他の顔もいろいろ見たいよ。え？ちょ、楽しいね。でもよかった、私も楽しい。うん、次どうしよっか。お腹すかない？そうだね。あ、アイス食べたい。もうデザートの話？食べたくない？食べたい。じゃ、ちょっと待ってて。うん。はい、ひな。あーん。どう？おいしい？うん。けど、恥ずかしい。いいじゃん。カップル席だから誰にも見えてないって。だから、余計にというか。なんか、いいのかな？こんなことしちゃって。やっぱり、女の子同士だし。何言ってんの？女の子同士だからいいんじゃん。ひなと私だからいいんだよ。うん。ねえ、ひなは私のこといつから好きだった？そうだな、いつからって言うより一緒にいたらいつの間にか好きになっちゃってたかな。あやめちゃんは？私は秘密。一目惚れだった。ひなが転校してきた時から。言ってよ。言えるか。じゃあもうこれからは隠し事とかなしね。当たり前じゃん。
ていうか、今のは隠し事なのか。だってさ、私たち付き合うってことだよね。うん、だね。そういうのってどうしたらいいのかまだよくわかんないけど、ちょっとずつさ、二人で考えていけばいいじゃん。そうだね。難しいことは私もよくわかんないけどさ、好きなんだからそれでいいんだって私は思うよ。私のは好きじゃなくて大好き。何よ、私の方がもっと大好きだし。知ってる。でももっともっとあやめちゃんのこと知りたい。私もひなのこともっとたくさん教えてほしいよ。それでお互いが相手のことを一番わかってるようになりたい。例えば？いろいろだよ、いろいろ。なになに？そんなに恥ずかしくなるようなこと？わかっててやってない？わかんない。じゃあ私だってわかんない。それならゆっくり分かっていけばいいのかなって思う。そうだね。これからもずっと一緒だもんね、あやめちゃん。うん、一緒だよ、ひな。今までいろんなことがあって、多分これからもいろいろあると思うけど、これだけははっきり言える。私は大好きな親友に恋をした。